ライトゲームな。アイナメ狙い。もう磯のすぐ前、真ん前。おでけ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 よでけよ。なんだなんだ、すげえな、すげえわ。この前にもね、アイナメのダブル釣れたんだよね。これは根だね、根魚だね。ソイでかでけでかいな、これマゾイマゾイっぽいね。ありがとう。そんな真ん前でも水深が25あるね。でもちょっと何十メーターで行けば30まで落ちるし、深い水深が。食った食った、ほら食った食った、ほら食った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 。アイナメでしょ、これいいサイズよ。ほら、いいサイズだ。アイナメめっちゃいるわ。えぐい、えぐぐらいアイナメいる。まあ、こんな感じよ。40センチは超えてるわ。よし、サンキュー。すごいな、マジで。マジで無限にいるでしょ、これ絶対。ネギは落とすわ、マジでいくらでも釣れるでしょ、これ。いや、超楽しいんだけど、これえぐい。えぐい楽しい。ダメでしょ、ダメでしょ、これ。うわー、めっちゃ引くわ。うわー、楽しい、これえぐいな、これ。
でかいし、こんな手軽な釣りがあっていいのか。めっちゃ楽しい。でけえでけえ。おら、あたったたったたった。45ぐらいあるね、これも。でかっ。こんないるとは思わなかったな。わわわ、よし、ありがとう。ライトゲームの神髄を見てるような感じだ。超楽しいわ、これ。えぐい。一日中やってられるよね。地形し、めっちゃ地形し。釣ってる場所からも1キロぐらい、1キロちょい。めちゃめちゃ近い。こんなところでアイナメ爆笑すんのか。めちゃめちゃ楽しいじゃねえかよ。でも冗談だけどショアから届くからね。めちゃくちゃ地形は。ほら、食った。でかっ。 なんか2匹来たけど、大きいのだけバレたな、多分。こいつの当たりじゃなかったもん、最初明らかに。よし、ありがとう。そしたら今度はね、ヒレピラを使った SLJ でアイナメをちょっと狙っていきましだこれ。でけふっと、すげえな。はい、サンキュだね、これは。うわ、アイナメかな。うるさいな。うわーって。イエーイ、アイナメでーす。やった、アイナメ。
てってりーじゃん。おかえり。じゃあね。よっしゃよっしゃ、でかいでかいでかい、でかい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 、おいでかいね。おおしゃしゃしゃ、あいなめだあいなめ。あ、外れた。うっそ、外れた。だいたいやっぱ巻き始めでね、乗ってるっすね、やっぱソールで食ってんだよな、だから。でかいでかいでかい、でか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 、ねえこれ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 、でか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 、なにこれなにこれ、でけえでけえでかいよでかいよでかいよ、めっちゃ重いよ。なにこれなにこれ、ギャー、めっちゃ曲がってる。根魚だと思うんだけど、根魚だと思うんだけど、思って、何これ、めっちゃ重て、うわ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 、待ってくれ待ってくれ待ってくれ、連れがかりか、だから重いのか。あ、すれかかりだから重いんだ。いやでもでけえ、でもでけえ、アイナメ。でもそれにしてもでかいわ。でかっ。ほらそれにしてもでけえ。ご、あお、外れた。外れた。5近いかもね、今の50近いかもしんない、45は確実だ。楽しすぎる、なんだこれ。やっぱこのポイントなんだよね、いるのは。ここなんだよ、いるのは。このポイントだけなんだよな。ここ以外流してもいないんでね、ここだけなんだよ、ほんとに。でかい、でかいでかいよ。でかいでかい。でかいよでかいよ、これは。これいいサイズだね。これいいサイズ、いいサイズ。アイナメだね。根魚じゃない。根魚か、アイナメだ。ソイ、ソイとかじゃない、アイナメだね、これ。うわー、DK ダブル。DK ダブル。これがさっきで、カメラに撮れてなかった。これがさっきカメラに撮れてなかったダブルアイナメですよ。ダブルアイナメ。でかっ。でけえな、これ持ち上がるかな、これ。あ、やばいやばい、これ、どっちとも45から50ぐらいいってるわ。
でっけえマジで。どうでしょう。ブリンブリンだ。君たちどっちもブリンブリンだ。よいしょ。よいしょ。わあ、上がった。でかくない？めちゃめちゃでかくない？こっち50いってね。手前50いってるな。よし。一匹目。一匹目ね。これちっちゃい方だね。ありがとう。これ大きい方。ほらでっけ。ふう。はい、ありがとう。すごいな、まずサイズ感がやばい。でかすぎる。根からね、落ちたところに砂地なんだよね、全部食ってくるのが。おもろい、これは。これ根魚だね。これ根魚じゃない？多分。これちっちゃいわ。ミニマゾイ。ミニマゾイだね。ミニマゾイ。ミニマゾイ。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回ね、ご提供いただいたヒレピーラーですね、いろんなフィールドでね、いろんな海域で、使わせていただきました。でね、ちょっと使ってみた感想としてですね、お話しさせていただきたいと思います。まずね、ヒレピーラーは、もともとルアーの出すね、非生物的なね、波動の、消音効果をね、期待して作られた製品とのことで、まあ、ルアーにね、プラスワンするアイテムになります。まずね、ジグからのね、感想をお話ししたいと思います。まずジグのね、ジグに、つける特徴としては、まずね、フォールがね、ゆっくりなるので、落としでね、見せる釣りっていうのがね、非常に有効かなっていうふうに思いました。なので、おすすめは、SLJ、スーパーライトジギングとか、スロージギングなどの、マダイとかね、根魚青物っていうのに特に有効かなっていうふうに思いましたね。で、釣りしててもね、ホールの後のね、巻き始めで当たったりとかね、もうホールで乗ってたりっていうことがね、結構多かったので、非常にね、魚がホールを見てるんだなっていうのがね、ものすごく伝わってきましたね。で、逆に、ちょっとね、向かないなっていうふうに思ったのは、青物狙いとかのね、早めのワンピッチとかね、高速ジャーク、ジャカジャカ系の釣りっていうのは、ちょっとね、向いてないかなっていうふうにね、正直思いました。あとはね、水深がめちゃめちゃ深いところとかね、まあ、中心海だとか、そういう深めの釣りには向いてないのかなっていうふうにね、感じました。プラグに関しましては、正直ね、ノーマル状態のヒレピラをつけてる状態だと、飛距離はね、やっぱりね、落ちます。なので、飛距離を落とさないようにするためには、膜の部分をね、カットしたりだとか、長さをね、ルアーと同じにするとかね、長さ自体をカットするっていうカスタムをすると、問題なく飛びました。で、アクション的にはね、全く問題なく、むしろね、浮力のバランスがね、ちょっと調整しやすくなって、潜りやすくなったりっていうこともね、ルアーの種類によってはあったので、そこら辺はね、すごくね、適用しててよかったなっていうふうに思います。で、エラーアクションもなくて、シンキングペンシルとかね、スキッピングベイトなどのね、ちっちゃいペンシルにも使用してみたんですけれども、泳ぎもね、姿勢もね、良くてね、魚もしっかりバイト、くれたので、良かったんじゃないかなというふうに思います。ということでね、まとめますと、ヒレピラは、ライトなね、よりスローにね、見せるタイプの釣りによく向いてるんじゃないかなっていうふうに思いました。それではね、ヒレピラを使って、釣った魚たちの、画像をご紹介とともにお別れしたいと思います。